落とし物か？いや、これは、女性物の下着！誰だよ、こんなところに！何？今の声。誰が来た？叫び声がしたのは、この部屋？誰かいるの？何かあったの？ユイさん、まずい、見つかったらまた。とにかく隠れよう。いや、な、は？下着、神山。なんでもないんだ、本当に。変態だ！うわあ、待ってくれ！お願いがあるんです。演技の稽古に付き合ってもらえませんか？俺にかい？アナスタシアに頼んだ方がいいんじゃないか？今回は神山さんの方がいいんです。お願いできますか？お安いご用さ。俺でよければいくらでも付き合うよ。ありがとうございます。本当に助かります。それじゃあ早速、私の部屋に行きましょう。よし、脚本は覚えたぞ。ここの幼なじみに告白する場面を演じればいいんだね。はい、よろしくお願いします。それでは始めますね。どうしたの？何の用？私忙しいんだけど。そんなの知ったことかよ。お前に聞いてもらいたいことがあるんだ。で、ここでお前のことが好きだと言いながら壁に手をつくんだったよな。どれぐらいの力を込めてやればいいんだろう。次の展開から考えると、多分。お前のことが好きだ！何言ってんの？散々私のこと子供扱いしてたくせに。どう？こんな展開台本にはないぞ。いや、これは演技だ。この場面ならこれが自然だ。それを今更好きだなんて。私ずっと待ってたんだよ。ただの幼なじみじゃなくなるのずっと待ってた。私もあなたが好き。まさかこんな演技ができるなんて。演技だと分かっていても気になってしまうな。これでおしまいです。神山さん、ありがとうございました。どういたしまして。それよりさくら、顔が赤いぞ。そんなことありますね。稽古している最中は大丈夫だったんですけど、終
終わったら急に恥ずかしくなってきて。そんな表情で言われたら、なんだか俺も顔が熱くなってきたぞ。
山さん、いらっしゃいませ。こんにちは。ひろみさん、芋羊羹と金つばを5個ずつください。ありがとうございます。今日はカオルさんのお使いなんですね。どうしてわかるんですか？お得意様からのご注文は全部覚えてますから。今日のカオルさんのご注文はお客様が来られた時のものです。ご名答、ひろみさんす。これぐらい大したことじゃないですよ。
こいつだ。これを見てくれ。見てくれと言われても。こいつは擬似的に戦闘を再現する装置だ。そうだな、戦ちゃんとでも呼んでくれ。戦ちゃんね。戦闘体験とかまたうさんくさい装置だな。お前全然信じてないだろ。よし、わかった、試してもらおうじゃねえか。仕方ないな。さて、起動したぞ。それで何ができるんだ。これまでにお前が体験した戦闘情報がある。そいつを使ってみろ。戦闘情報ね。とりあえずやってみるか。よし、始めるぞ。いい感じだ。
やつには神罰決め。それ神社の道歩くぞ。Oh, yeah.
成功だ。